はい、皆さんこんにちは、シュナタンです。はい、今回はですねパッキングをしていこうかなというふうに思うんですけれども、明日から韓国に行きます。韓国に何泊するんだ。私は10から14、4泊5日ぐらいかな、するので、今日はその準備パッキングをしていこうかなって思っているんですけど、前の2日間は一人で普通に、まあ、行きたいところだったりとか行く予定なんですが、その後の3日間は家族とね合流するので、その後そのまま一回ちょっと実家にみんなで帰省して、みんなでっていうか私は帰省してみんなで帰ってっていう感じなので、結構荷物が多くなるかなと思って、こっちのでかい方を、リモアのでかい方のバッグ、キャリーケースを使っていこうかなって思ってます。多分買い物もどうせするだろうし、荷物増えると思うので大きい方で行きたいと思います。ということで今回はパッキングをしていこうですよかったらぜひ最後までご覧ください。ではレッツゴー。はい、ということで今日は早速パッキングしていきたいと思います。今回はまずお洋服を詰めていこうかなと思うんですけど、もう大体ある程度決まってますので、それを紹介しながら詰めていきます。多分行きはねめっちゃスカスカになると思うんだよな。夏だしそんなにお洋服も分厚くないから、トップスからじゃあ紹介していこうかな。まずじゃあこちらのアベムアのトップス、これは新作のあのセレクトアイテムのトップスなんですけど、結構これはね人気でして、ブラックホワイトあるんですけど、もう全部ソールドアウトになってました。ありがとうございます。本当にそう、割とガーリー系のトップスなんですけど、結構これはね着やすくて合わせやすくてめっちゃ使えるアイテムなので、私も割と着ることが多いです。これあとこのザラのキャミソールね、ホワイトのキャミソール、これは本当無難に使いやすいので1枚持っておくと便利なアイテムです。でこれもアメマの新作のセレクトのアイテムなんですが、これねあんま着ないとよくわかんないと思うんですけど、前に私のお気に入りのサマーアイテムって紹介した動画があると思うんですけど、その時に着ていたトップスです。ちょっと透かし編みみたいな感じのニットの、サマーニットのトップスになってるんですけど、フードもついていて、これがね結構可愛いんですよ。形が面白くて、まあ、これは1枚で着れないので中にこういうキャミとか合わせて着ようかなって思います。続いてがこちらのエイソスで買ったリクレームドヴィンテージのシャツ、タンクトップのシャツです。これもねめっちゃ可愛いんですよね。そしてこちらのパーティメントフォーウーマンって読むのかなっていう韓国のブランドのお洋服なんですけど、ここのブランドめっちゃ可愛くて、ハロマウルっぽい感じのファッションが好きな方は絶対好きかなと思うんですけど、結構ねプチプラっていうかお値段もお安くて可愛いんですよ。このトップスも持っていこうと思います。で あとこれはちょっと行きに着ていこうと思ってるタンクトップ、セザンヌのタンクトップです。トップスはこれで以上で、次がじゃあパンツ、ボトム類を紹介していきます。1個目こちらのアディクテッドで購入したカプリを持っていきます。なんか今回ね韓国が今多分梅雨なんですよね。天気予報を見たら結構傘マークが多くて、今多分韓国梅雨が来てるから、あんまりこう長い丈のボトムが向いてないんじゃないかなと思って、今回割とミニのボトムとかミディ丈とかを持っていく予定なんですが、2個目がこのフランディのショーパン、小花柄のショーパン、これもほんと楽なので。で3つ目がこちらのスカート、これはトップショップのスカートで、前に私がルックブックあげたと思うんですけど、その時に着ていたルックを今回ちょっと持っていこうと思ってて、だからさっきのこのストライプのシャツと合わせて着ようかなって思ってます。あとこれもそのパーティメントフォーウーマンのアイスブルーのスウェーパンなんですけど、これは楽ちんなので機内というか、まあフライトの日に着ようと思います。行きも帰りも着れたらいいなと思って、これを、はい、着ていくつもりです。でバッグは今回2つ持っていこうと思ってて、このお気に入りのポルカドットのバッグと
あともう一つはこのアベマの新作の、これもセレクトのアイテムなんですけど、このホワイトの方のバッグ持っていこうと思います。これね、私この前カフェでちょっと作業しようかなと思って、パソコンワンチャン入らないかなと思って入れてみたんですけど、入りました。なんと今回その帰省するので、そのタイミングとかでも編集できるかなと思ってパソコン持っていこうと思っているので、行き帰りはこのバッグで行こうと思ってます。そう、マジで本当天才優秀バッグちゃんです、これ。で、あと小物たちも紹介しようと思うんですが、これまず1個目、これキャップ、 I love me のアシュリー・ウィリアムスのキャップを持っていきます。あとはベルトですね、お気に入りの、あサラのベルト、あとこっちも持っていきます。 H&M の太いキャメルのベルト、あとシューズか、シューズも紹介しよう。シューズは今回2足持っていこうと思ってるんですけど、まず1個目がこのハンターのね、レインブーツ。そう、雨がやっぱちょっと今回心配かなと思ったので、レインブーツを持っていきたいなと思って、お気に入りのこのハンターのブーツを持っていこうと思います。ただ行き帰りのフライトは厚底とか長い丈の靴って検査するときに脱がなきゃいけなくてめんどくさいので、短く行きたいと思って、このこれも最近めっちゃ履いてるお気に入りのローファー、セザンヌのブラウンのローファーを持っていきます、履いていきます。これはなので、このレインブーツだけちょっとパッキングします。私はいつも靴はこういうなんかお洋服買った時とかについてくるこの袋に入れてます。汚れたくないので、お洋服とこのキャリーケースの中を、よいしょ、ぴったり入りましたね。お洋服はこんな感じかな。あとはアクセサリーか、それもちょっと入れれるものは入れようかな。まずじゃん、これメガネなんですけど、これAmazon で買ったやつで、こういうクリアのねメガネなんですけど、これもちょっと持っていこうと思います。フライトの行きにつけるかもしれない。あと缶バッジもちょっとさっきのスウェパンとかにつけても可愛いかなと思うので、これもちょっと外して持っていきます。これもでももしかしたら行きにつけるかも、だからパッキングはとりあえずはしないですが。で、あとはまあアクセサリーなんですけど、アクセは私いつもなんかこういうちっちゃい袋とかにまとめて入れていくんですが、でも今してるやつもあるから、これもまあ後で入れようかなと思ってますが、ネックレスとか、このお気に入りのティファニーのネックレス、これも最近結構つけるんですけど、このねシルバーの長めのネックレス、このぐらい長い、これもでも結構コーディネートのポイントになって最近よく使ってるので、これも持っていきます。これはちなみにね Amazon で買いました。一応ゴールドも持っていっとこうかな。ダニエル・ウェリントンのネックレスと、めっちゃ絡まる。なんか私これいつも思うんですけど、ネックレスってほどけない絡み方をするじゃないですか。で、なんでほどけないのにこうやって絡まったのって思いません？どういう風に、なんか自らネックレスが動いたりとかしないと本当に絡まないだろうなっていう絡み方をしてる時とかあるじゃないですか。どうなったらこうなるのみたいな、めっちゃ不思議。それがマジで動いてるんじゃないかって思う。トイストーリーの世界みたいな。はい、この S のイニシャルのネックレスも持っていきます。あとはちょっととりあえずいろいろ持ってっとこうかな。こちらの W46 のネックレスと、あ、このバングルもね最近結構お気に入りなんですけど、ここら辺で留めて使うのにハマってます。これも持っていきます。ピアスはもうこれオンリーかな、持っていこうと思ってんのはこれオンリーで、リングも今してるものが結構いつものスタメンなんですけど、これとか持ってとこうか。ザ・エムジュエラーズのリングとかも持っていっときます。こんな感じかな、アクセサリーは。グッド。で、こういうまあ細々したものはこっちのチャックの方に入れておきます。ちなみにあとサングラスもいくつか持っていこうと思っていて、このボニークライナのサングラスと、あとはこのザラの
お気に入りのサングラス、この2つでいいかな。サングラスは、はい、じゃあちょっと今いろいろと必要なものを持ってきましたので詰めていこうと思います。まずはじゃあこれ、この巾着には下着類がたくさん入っております。靴下とかも一緒に入れてる巾着でしょ。こっち側にはなんかあの化粧品系を入れようと思うんですけど、まずこのポーチの中はいろいろ入ってて、歯ブラシセット、日焼け止め、これはクレンジングバーム、これは洗顔、今回化粧水はこのドクターシーラボの、 あのビタミン C のね VC100 っていう化粧水を持っていこうと思います。結構ねコンパクトサイズなんですけど、そう今回あの、まあ、韓国なのでコスメとかもいろいろ欲しいなとは思っていて、夜私大体いつもパックをするんですけど、パックはちょっと向こうで調達しようかなっていうふうに思ってます。多分どうせ買うだろうから、そう向こうで買ったのを夜使って、まあ、朝基本的に化粧水はこれを使おうかなと思っているので、このぐらいミニでもいいかなと思ってこれにしました。であとはこの美容液ね、私この美容液めっちゃ好きなんですよ。もうマジで開けた瞬間からもうビタミンの香りがとにかくすごくって、結構多分濃密だと思うんですよね。本当に割とこうしっかり、なんだろう、ベタつき感というかもあって、多分本当に濃いんだろうなっていう感じの美容液なんですけど、結構肌の調子がこれを使ってるといいので、これを持っていこうと思います。でクリームはもうすぐなくなりそうなんですけど、このドクター G の大好きなクリーム、これは本当夏でも使いやすくって、結構水分が多い感じでみずみずしいので、今の時期めっちゃ重宝してます。あとはこのアンテリラネージュのリップバーム、あと私結構リップ荒れやすいのでラッシュのリップスクラブ、これはいただいたものなんですが、リップスクラブもちょっと持っていっていこうと思います。であとはこのアイクリームですね、この中はこんな感じかな。次じゃあこっちのポーチ、これを紹介していこうと思うんですけど、この中にはもうほぼカラコン旅行行くときはカラコンを予備で持っていきたいタイプなので、もう日数分以上のカラコンを持っていきます。レビアのステイミーとか、オーレンズのエンディングブラウン、エンディングオリーブ、ピアコンタクトアクア、コーヒージェリーっていうやついっぱい持っていきます。でヘアオイルはこのミジャンセンのヘアオイルのめちゃくちゃちっちゃいサイズのものを持っていきます。あとはキャンメイクのマスカラリムーバー、これは本当にないと困る。私キャンメイクのマスカラいつも使うんですけど、カラーをめっちゃキープしてくれるやつ で、あとウォータープルーフとかそっち系なので、このリムーバーがないと本当に落ちないんですよね。クレンジングじゃ落ちないので、これはマジで忘れたら大変なの で、あとはクシを2種類ほど持っていきます。で次この巾着にはですね、お薬をたくさん入れております。そう本当に私韓国行って体調を崩したことが結構あって、そういう時にお薬ないと大変なことになるっていうのをついこの間も学びましたので、ちゃんと持っていきます。なんか胃薬だったりとか風邪薬とか、あと私すっごいガス溜まるタイプなので、ガスピタンだったり、あとあの鎮痛剤とかを持っていきます。これはちょっと細々してるので、このチャックのポケットに入れていきます。これはこのポーチの中はヘアゴムとかを入れてます。シュシュとかヘアゴム、チビゴムとかが入ってるポーチです。これもこっちに入れとこう。そしてこちらのポーチには、生理用品を入れてます。あとは私は目がめちゃくちゃ悪いので、メガネと、あとこれボディクリームなんですけど、ちょっとあの封が開いていて漏れるのが心配なので、これはジップロックに入れていこうかなって思ってます。あとはなんか試供品、シャンプーとかそこら辺を持っていきます。まあ、ホテルにも多分ついてるとは思うので、日数分は持っていかないんですけど、まあ、家にあったこういった試供品とかも一応持っていって、髪の毛ギシギシだなっていう時は使おうかなって思ってます。そしてこれはですね、今は変換プラグ1個しか入ってないんですけど、このタコ足の変換プラグ、韓国は SE か C タイプ
なのでそれを持っていきます。私結構充電するものいっぱいあって、今回も、まあ、Vlog をね撮ろうかなと思っているので、カメラの充電器だったりとか、あとはデジカメの充電器とか、スマホの充電器とか、パソコンの充電器とかいろいろあるので、まあ、それは明日の朝か今日の夜かに詰めようと思ってます。なのでこれはまあそういう電源系を入れていきます。そしてあとこちらのコテアイロンですね。アイロンはちょっとこのポケットの中に入れとこうかな。キャリーバッグの中はこんな感じかな。あとはまあメイク道具ですね。メイク道具はまあ明日朝メイクしてそのまま入れようと思ってます。まあ、カメラとかバッテリー系は機内持ち込みなのでスーツケースには入れられないので、これで大丈夫かも。はい、じゃあ一旦、めっちゃスカスカなんですけど、まあ荷物が増えるっていうのを想定して、とりあえずこれでスーツケースは OK で、では続いてこっちの当日持っていくバッグの荷物を入れていこうと思います。まあ、まずは何よりも忘れちゃいけないパスポートですね。このパスポートケースの中に入ってます。パスポートと、あとこれはあの変換プラグ、一応こっちにも入れていて、この変換プラグはちなみにいろんな形に対応できるっていう、なんかいろいろついた変換プラグなんですけど、これもいつも持っていくのでここに入れてます。で、私は結構お財布も普段使ってるお財布じゃなくて、その海外用にお財布を持って行ったりするんですよ。なんか普段使ってるお財布はいつもの日本円とかいろいろ入れてるし、カードも入れたりするから、それとは別に持っていきます。まあ、ちょっとお札とかも、あの交通系 IC とかね、 T マネーを使ってるんですけど、そう、これもチャージしないといけないから現金も多分必要になってくるので、ほぼでも地下鉄とかでしかこれは使わないから、あとは本当にカードで払っちゃうので、いつも現金はまあ1万円2万円とかそのぐらいを持っていく予定です。で、ちなみに前回の旅行の時に多分余っていたお金もあったので、ちょっとですがそれも入れてます。あとはもう本当に普段のバッグの中身っていう感じですが、これはティッシュだったり絆創膏だったり入っているポーチ、あとこれはデジカメね。私はキヤノンのパワーショット S100 っていうデジカメを最近使ってます。これマジでもう超便利なんですけど、あのカメラが SD なので、その SD カードを挿して携帯に転送、すぐ転送できるっていうカードリーダー、これはもうマジで本当に優秀。ライトニングタイプの差し込み口もあるし、タイプ C もあるし、 A タイプだっけ、 C タイプなんかそれもあります。これは本当にめちゃくちゃ便利。あとはポーチが2個ほどあるんですけど、こっちにはミラーだったり目薬とかネイルオイルとかリップクリーム、あとは香水、今回はこのルラボの外薬店を持っていこうと思ってます。これは 15mm の一番ちっちゃいサイズなんですけど、すごい持ち運びにちょうどいいのでこれを持っていきます。で、こっちのポーチにはコーム、クシとかハンドクリーム、あとはなんかガムとかミンティアとかが入ってます。こんな感じかな。まあ、あとは普通にスマホ、あとこのカメラも持っていく予定でしょ。で、まあパソコンもちょっとまあまた明日とかに入れて、充電器もねこっちに入れるなりキャリーケースに入れるなりして持っていきます。 あとモバイルバッテリーか、モバイルバッテリーはこれを使ってます。携帯のケース、どこやったっけ、今携帯のケースにマグセーフのケース使ってるので、こうやってピッてくっつけて充電できる超便利なマグセーフのモバイルバッテリーも持っていきます。はい、ということでこんな感じでしょうかね。以上、よっしゃ終わった、パッキング。まだいろいろあるあるんですけど、明日にならないと入れれないものとかもあったりするので、それは忘れないようにしっかりと入れたいと思います。あ、で、 SIM は今回 eSIM を使いますので、もう設定してあります。追加はしている状態なので、向こう着いたらオンにして使います。まあ今回フライトもそんなに韓国なので2時間とか
長くて3時間とか全然近いので、なんか特に機内で使うケアするものとか持っていかなくていいかなと思うので、こんな感じですね。はい、ということで以上が私の韓国旅行の持ち物になります。今回も楽しみたいなと思います。なんか海外はこの前の年末年始に行ったヨーロッパぶりなのですごい楽しみ。韓国のね Vlog も撮ろうかなっていう風に思っているので、また上がったらぜひご覧ください。はい、というわけで最後まで見てくれてありがとうございました。よかったら高評価とチャンネル登録と通知ボタンもぜひ使ってみてください。ではバイバーイ。